休憩前に引き続き会議を開きます。4番藤田民生議員。はい、それでは通告に従いまして2つの項目について質問をいたします。まずはじめに2021年3枚の適正生産量達成に向けた北上市の対応策について2点ほど伺います。10月30日、農水省より20年3枚の全国作況指数が発表されました。99の平年並みとなり、予想収量で723万トンと発表されました。20年産の適正生産量は709万トンから718万トンであり、これに対し5万トンから14万トンの超過となり、来年6月末の民間在庫数量は209万トンから215万トンになる見通しとなりました。適正在庫数量は180万トンであり、29万トンから35万トンの超過であります。これを受けて国は来年21年3枚の適正生産量を693万トンとする方針を立てました。この数字は今年20年3枚の予想収量723万トンに対して30万トンもの減産をしなければならない数字でありまして、面積換算でさらに全国で6万ヘクタール以上の減産をしなければなりません。これを受けて岩手県農業再生協議会は11月19日、主食用米の生産目安を今年20年3枚の生産量より13,555トン少ない252,945トンに決定をいたしました。面積換算で46,961ヘクタール、対前年1,239ヘクタールの減となります。これを受けて北上市の生産数量は25,010トン、面積換算で4631ヘクタールとなりました。この数字は今年20年3枚に対して数量で767トンの減、面積換算で169ヘクタールの減産となります。裏を返せば来年21年3はさらに169ヘクタールで主食用米以外へ転換をしなければなりません。県再生協は飼料用米を中心に稲、発酵、粗飼料、ホールクロップ、サイレージなど地域ごとに検討していただきたいとしております。そこで質問をいたします。1点目、大幅な減産となった21年3枚の生産数量を達成するため行政としてどのような対応を考えているのか伺います。そしてこの生産量はあくまで目安であって達成できなくてもペナルティはありません。そしてまた北上市だけが達成をしても県全国で達成しなければ米の需給バランスが崩れ、さらなる米価の下落が起こるのは必至であります。有名ブランド米を生産している県や消費地に近い県などはむしろ増産に転換をしております。自ら販売できるのであれば作付けをしても問題はないとしているからであります。ただ農家から多くの意見を頂戴しております。自分たちが頑張って生産数量を達成したとしても増産している県もあり、やはり不公平であると。国が需給調整に対して
ある程度の権限を持って行うべきだという意見を多く頂戴しております。そこで2点目、現制度の見直しや需給対策等、県を通じて国へ要望すべきと思いますが、当局の考えを伺います。次に、北上市消防団、屯所にエアコン設置の考えについて、2点ほど伺います。現在、消防団の屯所は64箇所あると聞いておりますが、基本的にはエアコンが整備されておりません。どうしても必要な場合は、各部で対応することになっているそうです。比較的、夏場の行事が少ないため、団員の皆様には我慢をしていただいているとのことでありました。近年、温暖化の影響から、6月でも気温が30度を超えることもたびたびあります。5月の下旬には、消防操法指導会が開催され、そして6月の中旬には、北上市消防操法協議会が開催され、上位チームは7月上旬の北上地区支部消防操法協議会に出場し、岩手県消防操法協議会出場を目指して日夜練習に励んでいるとのことであります。当然、多くの部は5月下旬の操法指導会以前より練習していると聞いておりますし、指導会以降はほぼ毎日練習を行っているとのことであります。近年、団員の就労状況も様々であり、朝早くからの練習、夕方仕事が終わってからの練習と、操作員の都合に合わせて練習をしているとのことであります。特にも夕方の練習となれば、屯所は日中締め切っているため、屯所内の温度は非常に高く、窓を開放してもなかなか室内の温度は下がらないとのことでありました。汗を流して練習している捜査員、団員には大変申し訳ないと申しておりました。そこで質問をいたします。1点目、屯所の資機材点検で各屯所を巡回していると思いますが、現在自分たちでエアコンを設置している屯所は何件あるのか伺います。そして2点目、団員の確保が困難になっている現在、せめて環境整備も兼ね、今後屯所へエアコンを設置するべきと思いますが、当局の考えを伺います。市長。藤田民生議員のご質問にお答えいたします。最初に、米の生産量達成に向けた対応策について申し上げます。はじめに、2021年産の主食用米の生産目安についてでありますが、日本人の食生活の変化における米の消費量の減少に加えて、新型コロナウイルスの影響による業務用米の減少などによる米在庫の増加などが農林水産省の発表、あるいは報道機関により大きく取り上げられて、米の生産目安への影響を心配していたところ、去る11月19日に、岩手県農業再生協議会担当者会議において、県全体で前年度よりも6609トン、北上市分として767トンの減産が示されたところであります。当初としては、まず市農業委員会、花巻農業協同組合、関係機関等から構成される北上市農業再生協議会の開催を、例年より1ヶ月早く開催して、市内各地域の生産目安を示すことにより、各生産者の来年度の作付け計画を検討していただくこととしております。市では、毎年開催している13地区での
中心経営体との意見交換会、地域農業マスタープランの検討会および農業支援センターの相談内容から農家の方々の状況を確認して必要に応じて支援を検討するとともに、新たに示される国等における支援策の情報をいち早く生産者に届けていきたいと考えております。次に現制度に対する国への要望についてでありますが、米政策関係の要望については岩手県市長会、東北市長会を通じて全国市長会が取りまとめて今年の6月に農業に関する重点提言として経営所得安定対策等の充実強化として制度の拡充や運用改善を図り、地方と十分協議した上で法制化すること、米政策改革の推進にあたっては将来にわたり米の需給および価格の安定が図られるよう、米価下落等に対するセーフティーネットの整備など必要な措置を講じること、水田活用の直接支払い交付金については速やかに法制化した上で地域の実情に応じた取り組みができるよう拡充するとともに十分な予算を確保することなどを要望しております。その他につきましては担当部長から答弁いたさせます。消防防災部長。私からは北上市消防団豚所へのエアコン設置の考え方についてお答えいたします。はじめに消防豚所へのエアコン設置状況についてでありますが、64箇所の消防豚所にファンヒーター等の暖房設備は配備しておりますが、公費でエアコンを設置している場所はございません。また自主的にエアコンを設置している箇所数は6箇所となっております。次に環境整備を兼ねて消防豚所へのエアコンを設置することについてでありますが、消防団は屋外活動が多く消防操法訓練の場合平坦で一定の距離が必要となるため、消防豚所敷地以外の駐車場等で実施しており、消防豚所の滞在時間が短い傾向にあります。全国的には梅雨時期の豪雨等も増えてきておりますので、消防団による巡回監視や水防活動における消防豚所での待機回数等も考慮した上で、今後エアコンの設置について検討していきたいと考えております。以上であります。4番、藤田民夫議員。はい、それでは再質問をいたします。はじめに21年3枚の適正生産量達成に向けた北上市の対応策について伺います。まだ国の指針もまだはっきり見えてきてないという現段階ではなかなかまだ具体的な取り組みは難しいものかなと思いますが、一部報道では主食用それから非主食用米の販売代金のポール計算、共同計算等の報道もありますし、県が転作を拡大する農家へ独自支援を講じた場合に、国が同額支援しますという、こういう報道も一部ありますが、これもいずれ決定にはなっています。先ほど市長が言いましたとおり、これから市の再生協の方の協議で、具体的な進み方について協議になると思いますが、いずれ来年21年産の肥料、農薬、そして種もみの注文ももうすでに終わっております。
それから肥料についてはもうすでに配布済みとなっているということですし、まあ、2月に入ればもう早速種もみも配布になりますということで、いずれ行政が主導をして早めに対応をお願いをしたいと思います。いずれ先ほども申し上げたとおり、まあ、来年は新たにいずれ169ヘクタールの転作をしなければなりません。まあ、今年は聞いたところ50ヘクタールほどの転作超過があると聞いておりましたが、まあ、それでもさらに110ヘクタールの面積を転換しなければならないわけであります。で、私思う部分ですが、いずれ生産数量を達成するためにはいずれ農家一律のやっぱり基準は難しいだろうということで、やはり経営規模別で考えるべきだと自分は思っております。いずれ麦、まあ、大豆については、まあ、当然これは専用の農機具を必要としますので、やはり新規の取り組みは難しいものと思っております。そうするとやはり、まあ、水筒での取り組みしかないのかなというふうに考えております。その中でまず飼料用米についてですが、これは農協に問い合わせをしたところ、まあ、現在は多種品種のみということで主食用米での対応はしていないとのことでありました。まあ、そうなれば当然専用品種の苗の育成も必要となります。そして何よりも最大限の交付金10万5000円をもらうためには、10アラあたりの収量が標準単種より150キログラム以上多く収穫しなければ交付金が減額になってしまいます。やはり収穫を確保するにもやはり経験値が必要だということで、現在飼料用米に取り組んでいる農家にやはり拡大をお願いをするしかないと私は思っております。まあ、そこで一つの誘導策としてですが、一番心配されるのはコンタミ防止ということで異品種の混入の問題であります。いずれ飼料用米に主食用米が混入するのは何ら問題はありませんが、主食用米に飼料用米が混入するのは特にも厳しく指導をされております。ですから稲の刈り取り終わった収穫後はコンバインときれいにいずれ掃除をしなければなりません。特にもコンバインは自分できれいに掃除するのは大変難しく、業者に委託している農家が多いと聞いております。まあ、料金はかなりの高額となります。4畳狩りで、まあ、これは農協から聞いた話で、各業者が一律ではないということですが、大体目安として4畳狩りで運搬料金含めて約10万円ほどをかかるとのことであります。まあ、そこで、提案ですが、さらに飼料用米の拡大に取り組んだ農家に対し機械の、まあ、掃除助成、まあ、名目は似たようなものでは構いませんが、いずれ、掃除助成として10アラあたり1000円の助成金を支給して拡大を図るべきと思いますが、当局の考えを伺います。まあ、ちなみに今年の飼料用米の作付け面積は442ヘクタールでありますので、まあ、金額でも最低でも442万円以上にはなるものと予想をされます。まあ、次に稲発酵素飼料、まあ、ホールクロップサイレージですが、これは畜産農家との契約が必要となります。そしてまあ比較的大きな畜産農家についてはもうすでに取り組みを行っているということですから、これからの需要がどの程度あるのか、これはこれから調査しなければならないので、まあ、対応もちょっと難しいのかなと思っております。そして、まあ、次に加工用米です。私は比較的耕作面積の少ない農家に対してはやはり加工用米での取り組みをお願いをするしかないと思っております。まあ、農協に確認したところ、これまでは酒米や、お菓子等への気合が強かったとお聞きしましたが、まあ、このコロナ禍の中で、まあ、状況が見えてこないとのことでしたが、ただ加工用米は農家がすればこれまでと
全く同じの水筒の作付けをして、その収穫した中から加工用米に仕向ければ済むわけであります。で、これは、ここ数年間は収益面でも今のところは主食用米と比較してもあまり遜色はありません。ただ今年はいずれ主食用米、それから加工用米とも、まあ、価格が下落してしまいまして、いずれ農家の所得が減少したのは残念でありません。まあ、来年の加工用米の単価も、まあ、どのように推移するか予測できない状況ですが、やはり生産数量を達成するためにもこの加工用米の取り組みも必要であると思います。そこで、また提案です。まあ、誘導策として加工用米に取り組んだ農家に対して10アラ当たり1000円の拡大助成金、まあ、名目は似たようなのでいいんですが、10アラ当たり1000円のやはり助成金を支給して拡大を図るべきと思います。ちなみに今年の加工用米の面積は144ヘクタールでありますので、まあ、最低でも144万円以上となりますが、当局の考えを伺います。農林部長。藤田議員のご質問にお答えいたします。ご提案の10アラ当たり1000円というような話がございました。今回の岩手県の再生協議会のお話の中には、再生協議会の担当者会議の総会の後の県の担当課長の話として資料前が最初に出てきているというところでございます。特に再生協議会の中で資料前をというような話があったわけではございませんので、まあ、何かにはしなきゃいけないということでのお話というふうに考えていただければと思っております。なお、まあ、もちろんご存知の通り、昨年から引き続き生産調整という部分がございますけれども、その先ほど言った主食用米、それから加工用米に関してもですね、JA さんのですね、登記座談会等に見ますとですね、金額的には主食用米と加工用米では計算上では逆に加工用米の方が収益が高くなるというような状況になっているところでございます。それから飼料用米についても出されていますけれども、それについては若干安いというところにございますが、使っているものとかがかなり違ってきているので、それについても十分できるものかなというふうに思っているところでございます。だからコンバインの清掃にということでございましたけれども、当然終わった後、私もそうですが、自分で掃除をさせていただいております。その上で、来年度は新しい米と古い米が混じらないようにしてますので、それは当然、農業をやっている方はやっているものと思っております。もちろん修繕の部分については、それは別な話でございますでしょうから、そこはまた別のことかなというふうに思っています。それから加工用米についても、先ほど言った通り、現時点ではですね、主食用米よりも多い金額というところになっておりますので、あるいは今後の動向、あるいは国検討のですね、これからの助成等のあり方も見ながら、これから検討していくものというふうに考えているところでございます。以上であります。4番、藤田民生議員。はい、いずれ先ほど言いましたとおり、169ヘクタールもの、いずれ転換をしなければならないということで、やはり私は飼料用米、やはり加工用米を除いては、やはりもう達成はできないんじゃないかなと思っております。それから先、コンバインの話も出ましたが、まあ、当然、皆さん掃除していると思いますが、やはり目から聞きますと、用土式の部分の掃除が、あそこが外せれば全然問題ないんですが、やはりあれがあると、やっぱり素人では難しいよということです。まあ、飼料用米と主食用米やってる方は、まあ、これ、両方やってる方は、翌年の初めの刈り取りは、自分で販売を最初に刈り取って、まあ、それからやるっていうスタンスでほぼやってるようですが、やはり新しくやった部分、そして、農協の施設等に運んでいる人はそういうこともできないというのがやっぱり現実で、ただ機械掃除料というのはあくまでも一つの誘導策の名称ということで、その辺はそれに準ずるものという考えでお願いをしたいと思います。いずれ私はいずれこの助成金については、まあ、単年度のいずれ事業で良いだろうと思
思っております。まあ、いずれ先言ったとおり、これまでもいずれやったことないいずれ大幅な面積、去年までやった以上にさらに169ヘクタール増やさなきゃ、まあ50ヘクタールで超過しましたので、まあ、110ヘクタールで済むんですが、いずれまだその面積を転換しなければならないということですから、やはり来年のいずれ誘導策、手段の一つとして、先ほどのその助成金の提案をさせていただきました。で、まあ、これが、まあ、全国的にも、まあ、今年はやはり危機感を感じているということで、新聞等も見ますと、やはり全国的に今年は取り組みも、まあ、強化するような話になっております。まあ、となれば、まあ、全国的にも、まあ、生産数量が、達成した場合にはもちろん米価が回復するものと思いますし、当然農家の所得も向上するものと思いますが、再度助成金等についての考えをお聞きしたいと思います。農林部長。内田議員のご質問にお答えいたします。先ほども市長の方の答弁もございましたけれども、各農家のですね、状況等を確認しながら、あるいは情報を得ながらですね、意見交換会、あるいはマスタープランの検討会、あるいは農業支援センターの相談内容等から、それらも検討していくことになるかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。4番、藤田民夫議員。はい。まあ、いずれ1ヶ月早く、まあ、この対応には、まあ、やっているということですが、まだ国の方も具体的な部分が見えていませんから、本当に具体的なとこ上がりは例年並みになる可能性もちょっとあるかもしれませんが、いずれ先ほども言いましたとおり、物等はもう肥料うぬんというのはもうすでに動いているということですから、ぜひ市の再生協の方でも、先ほども申し上げたとおり、まあ、行政主導で、なんとか早く目処をつけるようにお願いをしたいと思います。それから、まあ、次に国への要望等ですが、まあ、市長会、県の市長会、全国の市長会等を、まあ、通じて国の方に要望しているということです。まあ、いずれこれまでも行ってきた減反政策から、いずれ国は、まあ、米の適正生産量は示せますが、まあ、実際の取り組みはいずれ農業者自らが需給の動向を予測して、まあ、作付けしなさいよということで、まあ、農業者にいずれ丸投げをしたような状況であります。いずれあまりにも無責任であります。まあ、いずれ回答はありませんが、いずれ機会あるごとに農業者の意見要望をいずれ地域の声として、そして、県の声として、そして全国の声として、まあ、取り上げていただくよう今後もお願いをしたいと思います。それでは次に質問に入らせていただきます。それでは、豚舎のエアコン設置の考えについて、再質問をいたします。それではエアコンの設置状況については、まあ、6箇所ほどあるというふうにお聞きしました。いずれ、まあ、私も聞きましたが、まあ、ジブラでつけたいのは山々だが、やはり報酬の額から削る、それから、まあ、地域の方々にその寄付を募ってもいいわけですが、やはりそこまでしてもなかなか設置しづらいということの意見も受けております。ですから、まあ、こういう場で取り上げさせていただきました。そして今年の北上市のいずれ気温も調べてみました。で、5月の24日にはいずれ消防総合指導会がいずれ開催されたと。で、これからはまあ本格的な双方の練習が始まったと聞いております。まあ、先ほど、まあ練習は豚舎のところでやらないべというような話もありました。確かに、練習はもちろん豚舎ではできます。ただ天候悪いときは豚舎の内で規律等も練習をしているということですから、全然豚舎で練習しないわけでもありません。それからやはり当然終わった後にその、まあ、反省会といいますか、あそこの操作はこうだこうだという、やっぱりそれもやっぱり一つの技術の向上ということで、やはり練習終わってからもかなりの豚舎の使用頻度は高いようであります。で、さっき言ったとおり、5月の24日に、まあ、消防の総合指導会が開催されまして、まあ、いずれ、本格的に練習が始まったんですが、5月の30日に 28.6 度、5月の31日が28.3 度ということで、本当に真夏日に迫る気温でしたし、
6月に入りますと、6月の9日に 30.6 度、それから6月の10日に 33.6 度ということで、いずれだいぶ暑くなっていると。でその後に、6月の14日に市の双方の協議会が開催されたわけですし、7月の上旬にはいずれ先ほど言ったとおり北上支部の双方協議会ということですから、去年はいずれ25度以上の夏日、去年の6月はいずれ21日間、去年じゃない、今年ですね、すみません、いずれやはり21時間あったということで、やっぱり今年の6月は特にも例年に増してもやっぱり暑かったということで、本当に捜査員団員の皆様には、本当に暑い中、頑張って、いずれ練習に励んだものといずれ思っております。やはりこれでは我慢をしなさいでは本当に大変申し訳なく思っております。参考までにエアコンの、価格を調べてみました。豚所の和室はだいたい10畳から12畳あるということですので、一応10畳用のエアコンで、若干調べてみましたが、特に暖房効果の優れたものというので通常管理地使用、やはりこれについては結構な値段します。工事費それから税込みでだいたい30万ぐらいはしますよと。で電圧もいずれ200ボルトの対応ですから、排水工事が必要になりますよということになります。それから先会長にもいただきましたように、暖房器具についてはいずれすでに豚所に配備されているということですので、通常のエアコン、その管理実施をうんぬんじゃなく、まずちょっと暖房ですね、ちょっと寒いときにこうつける程度で、本当に真冬は機能しないというような形になると思いますが、いずれ通常のエアコン、これ、店員から聞きましたら、せめて自動掃除機能付き、やはりこれはやっぱりあったほうがいいよということですので、この機能付きでありましても、工事費、税込みで大体13万から15万円ぐらいだよということで、いずれ管理地仕様の半分の金額で済むわけです。それから当然電圧も100ボルト対応でいいですよと。ただし漏電防止のために専用のコンセントがいずれ必要であるということですので、工事費が1万4000円から約2万円ぐらいかかるという具体的な数字も聞いてきました。設置について再度伺います。消防防災部長。はい、お答えいたします。議員おっしゃる通り、確かに消防団の皆様は町の防災を担っておりまして、日夜仕事を持ちながら、安全安心のために、ご尽力いただいているところですので、環境整備というところに関しましては、今後も注視して、いかなければならないものとは認識しております。ただ、先ほど答弁でも、あった通りではありますが、消防団の皆様は、常時豚所で待機されているという形態ではございませんし、使用する時間帯、あるいは使用する日数、こういったものを総合的に見た場合にですね、市の管理する公共施設というのはまだ他にもあるわけでございますが、こういったところとの、バランス、こういったものも見ながらですね、今後、優先順位、そういったものも考えていかなければならないものと、考えているところです。以上です。4番藤田民夫議員。はい。当然日中は仕事を持っていましたから、もちろん豚所に詰めるわけにはいきません。ただ先ほども言いました通り、いずれ、双方の期間中、双方の期間中といえばですが、一番最も豚所に足を運んでいる実際はその時期なんですよ。でさっき言った通り、6月は今年は特にも25度以上が22日があったというそういう事実は確かですので、で一応、私は6箇所はついているということですが、それ以外に本当に一斉につけてもらえば本当に、いいわけですが、何も全部1箇所でつけろよというわけじゃなく、せめても2年計画なり、3年計画、それぞれ
まあ、年間にすると、まあ、20箇所ぐらいの、まあ、3年計画ということになれば、まあ、金額的にもそんなに負担する部分じゃないと思いますし、何せそれが設置されたものの、この消防団の意気込みが多分上がると思うんですよね。なんとかその辺を組んでいただきたいと思います。いずれ、まあ、豚所の更新も年に、まあ、1箇所から多くても2箇所やってるということで、まあ、私の地区でも、まあ、この間やっと1箇所完成しまして、まあ、新しくしてもらいましたが、まだ1箇所豚所内にトイレがないということで、まあ、数年前に外に仮設のトイレをつけてもらったところもありますが、いずれあれここ数年でその、まあ、豚所のもし更新する時期があるのであれば、まあ、大変申し訳ないんですが、その更新時にエアコンの設置という手もあるといずれ思います。いずれ先ほども言いました通り、団員の確保が本当に非常に困難ないずれ状況となっているそうです。いずれ欠員となっている部もいずれ多いと聞いておりますので、まあ、せめてもいずれ、環境面でもいずれ良くして、まあ、団員が確保できるようにやはりエアコン、豚所へエアコンを設置するべきと思いますが、まあ、先ほどから回答はいただいておりますが、いずれ団員の切実な声も届くと思いますから、いずれその際にはまあ回答はありませんが、その説にはいずれ前向きな検討をお願いをして、いずれ質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。4番藤田民生議員の質問を集結いたします。休憩いたします。10分間。